これ、松丸くん、松丸良吾くんのなんかネタなんですね。これは、コラムニストの人が、木村さんっていう人が、なぜ松丸良吾はこれほど人気なのかと。なぜ、しかも謎解きだけでなぜこれほど人気なのかと。伊沢拓司よりも重宝される理由だそうです。松丸良吾25歳、ついえー、超売れっ子だ。その役割すべて謎解きの出題。 たった一つの役割だけでこれほどレギュラーに出演していることに驚かされてしまうと。えー、この前の世界一受けたい授業では特集も放送だた。大型特集も松丸良子先生と学ぶ謎解きクリエイターのお仕事とはという大型特集も放送されたと。イケメン揃いでトーク、歌、ダンス、笑いなど様々なスキルを持つ男性タレントが多い中、なぜ 松丸良吾は謎解き一本でこれほど人気を得られるのかっていうところを、この人は推測していくんです。まず、松丸良吾くって言えば、まずね、たけるくんがね、ものすごく可愛がってる男子ですよね。もう、うん、大吾の弟でね。この人自体が3回ほど現場で対面したことがあると。で、ちょっとだけ言葉を交わしたことがあるが、松丸は現在の活躍が,活躍が表紙抜けする上普通の青年だと。 とりわけ芸能人の中に入ると小柄で物腰の柔らかい松丸は決して目立つ存在ではないと。しかし子供からの人気は凄まじいと。うんと、99人の壁で出演した時はもう休憩時間は松丸くんはもう子供たちに囲まれ握手攻め、サイン攻めだったそう。また子供たちでなく親の世代からも人気が高い。要するに、あんな子に育ってほしいっていう、なんかいい子だ。いい子でね。頭はいいし、 鼻にかけずにいい子だからっていうところであんな子に育ってほしいって親からの人気も高いだ。たったの謎解きクリエイターっていうよりは親子で需要があって、それゆえにスポンサー受けが良くてファミリー層に向き、最近ね本当に毒がない番組が多いから、そういうファミリー層に向けた番組に対してものすごくハマりがいいってことですね。まあ、まあ、そこで比べられるのが同じ東大出身の伊沢拓司。 で、伊沢さんはど、伊沢くんに関しては、インテリすぎて知識をひけらかすようなイメージの視聴者もいる。要するに好き嫌いがはっきり分かりやすいタイプ、わかりやすいタイプと。まあそうですね、ちょっと大人っぽい感じですよね。その点、松丸くんは老若男女に平等なチャンスがあるなど時に特化していることもあって、嫌われる要素がほとんどないと。まあ、伊沢さんってね、 グッドラックなんかも出るじゃないですか。そうするとね、やっぱりグッドラックとかでコメンテーターとして出ると嫌われますよね。うん、それはなんかわかるな。で松丸は社会社代表を務めるリドラ。謎解きは知識ではなくひらめきが必要な問題。だからこそ世代を問わず誰も一緒に遊ぶことができると。えなんか伊沢拓司と比べると伊沢さんはアスリートのような超人。 松丸は僧侶のような聖人君子ああ。ああ、まあなるほどね。ちょっと悟り開いてる感があるって感じですかね。また、昨年11月、松丸は男性が選ぶ成りたい子ランキングの10代部門で1位に選ばれた。だから本当子供から人気があるってことですね。もともと女性ファンが多かったのは、それはイケメンというくくりではなく、爽やかなキャラクターによるところが多いと。その上、10代の男性からルックスを見られた、認められたということで、 テレビマンたちにとってはますますキャスティングしたいと思う存在になったことは間違いないと。たけるくんとね、一緒に CM 出てる時点で女子からの受けはめちゃくちゃいいでしょうからね。またね、なんか普段のね、松丸くんのね、よくあれを見るとね、結構普段間抜けなんですよね。そこのギャップがいいんでしょうね。朝起きれないとかね、遅刻多いとかね。なんか料理もね、あまりうまくないとか、一人暮らししてる割には料理があまりうまくないとか、なんかそういうところがまた くすぐるんだろうなと思いますけど。コンクラでは、女性に送るラインについて、指原からダメ出しを食らって、凹む姿を見せて盛り上げていたが、えっ、ー、と、今後このようなギャップを感じさせることで、さらにタレント性を高め、好感度を上げていく機会が増えるかもしれない。まあ、だからギャップですよね。まあ、あと一番大きなやっぱり謎解きったんじゃないですか、ね。やっぱ謎解きっていうジャンルが人気に出てきたんじゃないですか。なんか、市民権が得てるというかね。 まあなんか知んないですけど、謎解きっていうのが、子供たちの間で流行ってきてるってことですよね。なぜかね。うん。まあ、それにいち早く目をつけた竹力もすごいなと思いますけどね。まあ、そんな感じです。ではでは。